お疲れちゃんです。ラットです。ってことで今回もクラッシュロワイヤルやっていきたいと思います。というわけで今日はですね、こちらのロケットディガー削りデッキをですね使ってやっていきたいと思います。でちなみにですね、今このデッキで、10連勝ぐらいしてます。で今マルチをやってきていて、今まあグローバル23位というところで、とこのデッキがですね、まあ今のね、エリゴレですね。エリゴレが今ね、多いんですよ。これがまた、まあ、結構ね、ぶっ壊れ、レベルの、このカードなんですけど、まあ、そのね、見たら弱点がやはりボムタワーなのかな？わかんないですけど、多分ボムタワーっぽくって、まあ、そのボムタワーがね、入ってるディガー削りっていうので、結構ね、エリゴレに対しては、勝てます。そして、ポイズンじゃなくて、ロケットなんですよね。その、まあ、なんでかわかんないんですけど、といったところで、もうこの辺なんかいろいろ使ってたんですけど、このデッキにしてから、10連勝してるなぁ、というところで、マルチね、やりたいと思いますね。次勝てば7-4いけるんで、結構トップの方にいけるんではないかなと思います。なんでまあロケットなのかは、わかんないですね。ポイズンじゃダメなのっていうのがまあね、思うかもしれないんですけど、やっぱりこのデッキ見てわかる通りね、対空が、結構薄いんですよね、対空が。なんで、相手のまあ、ベビドラだったり、まあ、言ったら、なんだろ、他、まあ、空、なんでもですね、そういう空がやっぱきついっていうのを、まあ、ロケットでね、多分、ぶっ飛ばす、じゃないかなと思いますね。てかまあ、あとはトルネプラスのなんで、トルネロケットがね、こう、うまく決まれば、相手のね、ハードカウンターを一気に取り返せるっていうところで、よろしく。これね、日本のロカランにいるんですけど、アナバンっていう海外のプレイヤーがやってる人ですね。アナバンっていう人は今ね、グロ1、2、多分、今は多分ワンツー一人で持ってる。なんかいろいろ海外でも代行いっぱいする、すごい上手い、有名な方ですね。で、バルーンが得意。で、ペッカバルーン、ん？ペッカバルーンとかよく使ってるんですけど、アイスピザップも扱ったんで、ウォールブレイカー割いて、あートルネリが、アイスピザップ、ファルチェバルーンとかかなか、多分ファルチェのバルーンだと思うんですけどね、バルーンだったらボムタワーを置いて、それをバルーン、トルネリ緊起動して、バルーンの緊起動したいですね。これはね、多分ちょっと相性いいんじゃないかな、と思うんだけど、どうでしょうか、といったところで、そのね、アイスピューゼ、マジやばい。これ結構ね、うまいわ、相手が。今のはね、いやー、このボムタワー使うと、バルーンをね、その、こっちとしてはノーダメの緊急起動をしたいんですよね。よいしょ。ボムタワープラストルネードで、バルーンはね、緊急起動、ノーダメージできるので、それをね、僕は狙っていきたいなと思います。まあ、こんなん多分、バルキリーで余裕で防衛される、あー、好きか。一発？惜しい。まあまあまあ。で、相手も多分それを分かってて、こうね、ずっと今ね、バルーン飛ばしてないんですよね。バルーン飛ばさずに、ディガーでね、削ってくるっていう、多分相手も気づいてますね。これもディガー飛ばして、次のディガーをゴブリンで受けれるように、ゴブリンをね、手札に持っておきたいですね。これ、ロケ打ちてー、ロケ打ちてー、ロケ打ちてー、マジで。めちゃくちゃ打ちたい。これ、まあ、ボム置いて、よいしょ、オッケー。これでゴブリンで、このダメージをね、しっかり抑えていきたいですね、僕としては。今、ザップ使ったから、ウェブ繋げて、で、相手多分ロケとかスペルないと思うんで、もうロケって打っていきたいですね、バシバシ。来たこれ美味しいですね。このダメージがね、後々ね、ちょっと勝ちに繋がっていきます。よいしょ。というわけで、相手はバルーン飛ばしても、ボムタワー取るので僕の完封されるんで、僕は相手のディガーだけですね。ディガーだけしっかり抑えていきたい。OK。で、この間にも飛ばしてあげて、ここで、よいしょ。キング起動。OK。よしよし。で、あとはもうロケットで削るイメージかな。なんで、飛ばすタイミングがまたむずいですね。飛ばしたタイミングに攻められて、それを守れないとかになっちゃうのが一番良くないですね。よいしょ。これ多分ね、もうロケでいいのかな。いやー、これ取れねえ、いらないな。あ、待って、オブねえ、ボムタワーの爆破ナイス。よいしょ。よいしょ。これもロケット打っちゃいますね。今、ボムタワーも取れねえもあるので。よいし
ワンチャン動作いきますけど。オッケーオッケーオッケー。で、これ D 側しっかりね、ゴブリン。ああ、それは、おしゃれですけども。結局ね、トレネードがある。あ、このトレネードちょっと下手だったな。これ爆破が。危ない危ない。いや、これ待って。神相性かもしれない。これは。よいしょ。ちょっとね、D がずっと読まれちゃうんで。位置変えていきます。でもどうせトレネで、近距離されちゃうか。まあまあ。しゃあなしかな。で、これ今、ロケットとかトレネが回るので、ロケット撃ちます。そう、攻めでね、これですね。ここ。攻めのこのファルチが、僕としては一番厄介。で、まあ、しっかりゴブリンをディガーで拾って、オッケーオッケー。この間にディガー飛ばして、よし。オッケー。これ別にね、まあ、ボムタワーの爆破もあるんでね。よいしょ。で、ディガーがあとね、一発ですね。この、デッキの弱点としては、まあ、言ったら空が少ない。そして、まあ、対空、じゃねえよ、ニコスのスペルがやっぱないっていうのがね、最後の最後のこの削りがね、ちょっと大変になります。まあ、若干ですけど、言うて。まあ、あとディガー一発入れば勝ちなので、よいしょ。OK。で、これはもうボムタワーの方に。あ、いいアイスピだな。拾いやがったディガーを。いや、これ勝ちましたね。待って、余裕だったわ、これ。これロケ打ちたいけど、ディガー一発入ってから打ちたいですね、僕としては。これね、爆弾があるとね、ボムタワーのね、爆弾があるとね、ボムタワー置けないんですよ。それがね、この時辛い。待って、これワンチャンやばいかも。ファルチ歩くな。歩くな。オブリー。はい。というところで、これも最後ね、確実にボムで。やってからの、よいしょ。これちょっとあれだな。トレネいらないっすね。ちょっと許容します。で、ここは、ちょっと怖いですけども。ちょっと怖いですけども。マジ？これトレネからの、ボムタワーの気合でね。あ、危ねえ！待って、やばい！待って。あ、これロケで終わるわ。何、必死になんかやってたんだろう。オッケー、危ねえ。危ねえ！これさすがに俺の方が早いでしょ。さすがね。よし。っていうところで74ですね。危ない。危ないですけど。まあまあまあ。ちょっとね、これ、てかまあ、バルーンにもね、相性いいんじゃないかなと思いますね。マスケットとかだったらどうだろう。相手がファルチだったから、あんま高回転ではない。まあ、高回転なら高回転なんですけども、もうバルーンはね、絶対ボムタワープラストレネで、ノーダメ完封して、ディガーに対してね、そう、ゴブリンですよ、ゴブリン、これ。最近ゴブリンなんて使ってる人いないじゃないですか。まあいないんですけど、このね、ディガーが今やっぱ結構増えてる。まあバルーンにディガーであったり、まあディガー削りであったり。まあそのディガーに対して、ゴブリンがすごい、絶対っていうぐらい、まあ拾えて、そして結構すぐ溶かす。で、ニコスでアドも取られない。まあウォールブレイカーのね、防衛にも、まあゴブリンが優秀かなっていうところで、まあもう一戦ね、ちょっと行きたい。あ、待って、今グロないんだ。今11位ですね。僕、好きな数字言われたら11っていうくらいっていうか、まあ、一番好きな数字が11なんですけども、そのなんでだろう、まあ部活中学生ぐらいかな、じゃ小学生か、ずっと僕バスケットボールやってきたんですけど、小学校の時になんかね、いつか小4か小5ぐらいの時にね、背負ってたっていうか、まあ、自分がね着てた番号が11番で、なぜかそれを気に入ってますね。はい、10もその時当時着てて、好きな数字は10とか11ですね。まあ正直どうでもいいですけど。なんで、まあ、11っていう数字なんかかっこいいですしね。個人的なやつですけど。はい。まあ、1とかは別に全然そういう興味はないんですけど、11っていうのはね、ちょっとね、なんかいいですね。個人的なやつですね。はい。というところで、今ね、お昼、ちょうどお昼時に動画撮ってるんで、まあ昼ご飯まだ食べてないんで、まあ朝ご飯もね、もちろんまだ食べてないんですけど、ちょっとね、今日本にちょうど帰ってきた次の日の今昼っていうところで、もうね、昼ご飯何食べようっていう、まあ、僕今一人暮らししてるんで、もう昼ご飯ね、食べたいものを食べれる生活、今日はうどん食いたいからうどんとか、今日はラーメン食いたいからラーメンとか、今日牛丼食いたいから牛丼っていうね、一人暮らしの良さっていうのがまあそれですね。もう自分が食べたいものを食べたい時に、食べれる、これね、最高ですね。なんかもう、実家にいて、今日は、ハンバーグ食べたいなと思ったけど、肉じゃが出てくるみたいな感じですね。そういうことがないんで、自分がね、食いたいものは絶対食えるんで。まあ、それはいいですね。なんで、何食べようかなって、韓国だったら別に食いたいものもそんななかったし、あってマックとかしか行けなかったんで、もう、これ日本でね、この選択肢がもう無限になるのは最高ですね。お昼ご飯何食べようかなって、この考えれること、
だけでも幸せみたいなとこありますかね。マジで食うのがね鬼好きなんですよ僕。食べるのがめっちゃ好きなんでね。はい、マッチングをちょっと待ちたいと思いますね。まあなかなか上に来ちゃってるもんなんで、マッチングはこれまた長いですね。で、みかんさんがオールスター決勝戦ファブ VS OGN の前になんかオールスター戦みたいなのがあるんですね。各チーム一人代表がこう集まってなんかするみたいなに、みかんさんがね僕らのポロスから選ばれたんで、みかんさんはね韓国に残ってて、でそまあコタがねあとはその実家が九州の方だっけ多分なんで、そのこっちにねまだ家を持ってない、一人暮らししてないんで、大学行ってたんでね、ことはなんで今年は多分休学かな多分。はい、なんで東京に来ても、まあ、家がないっていう、まあ、なんで僕とか雷木さんとか天狗との家に泊まればいいんですけど、まあそれもそれでねまあいろいろ大変だっていうので、一回ねまだ今後どうするっていうので、ね、ちょっとまだ今コタも韓国残ってますね。なんでマネージャーの方とコタとみかんさんが韓国にねまだ残ってますね。はい、長いなマジ、長いよ、さすがに長い、さすがに長い。もうすぐ来ます。あと1分ぐらい行きます。もう40分ぐらい経ちそう。お願い動画ボツになんないで。あ、来た、待ってマッチングした。ベンザーしかも、待ってめっちゃトロしたやんけお前。200、え、あ、7、あ、違う、え、高っ、71に見えた、74だお前、やば、マジリーデル来ちゃった。ベンザーね、マジアチャですね、高回転の。うわー、つれー、高回転のね、マジアチャディガーですね。ちょっと勝ち方はね、このデッキにまだ一回も対戦してないんでわかんないんですけど、あー、位置がちょっとうぜ。トルネで近畿道微妙にできそうだったけど、初めまじやっちゃうわ。これちょっと痛いんですよね、さすがに。で、ウェブ、あー、いや、くっそ、待って、これ。結構きついかな。コウモリもちょっとだるいし。あ、マジアチャですね。僕は相手はディガーとウォールブレイカー削りで、ウォールブレイカーのダメージを防げるので、マジアチャですね。僕は。グッドゲームとはどういうことだ、マジ。僕はね、マジアチャだけどうにか したいんですよね、僕としては。グッドゲームって、俺らが愛してるのかな、これ、もしかして。これ、ロケット削りしたいんだけど、マジアチャがね、邪魔なの。これね、同歳ケツマジアチャ来ないから、これ絶対マジアチャで言い抜いてくると思うんだけど、それを読んだバルキリーを出すのを読んで出してこないから、ワンちゃん。ういー。怖えー、取れないから、てか、トレンドでこれ引っ張ってね、早く処理した方がいいですね。このマジアチャ、マジで。あー、でもここでトレンド使ったらね、これやばい。これやばいかも。結構やばいかも。やばい。分かってたらウォールレイカ追加。だよねー。うわー、くっそ、ちょっと待って待って。俺これに負けたくないけど、めっちゃやばい。いやー、うまいですね、やっぱ。マジアチャに取り直しただけで負けるっていう。いやー、ウォールブレイカーがね、ちょっと。あー、くっそ、マジで。ちょ、終わったやん。くっそ、ちょっと待って。うわー、待って、ちょー、これ聞いてください。多分ね、マッチング時間ね、カットしてるんですけど、もうね、動画撮り始めて40分くらいこれ経ってるんですよ。もう動画の待ち時間に、マジ30分ぐらい。もうちょっと待ったかもしれない。もう30分ぐらい待ったんですよ、僕。30分待って、なんだこれ、お前。あー、30分、俺の30分返して、もうお腹すいた。絶対、まだもう昼飯、合流してやろう、マジで。これ絶対削れんやんけ。いや、これね、これはちょっとね、まあ、うまいけど、うまいけど、くそ。あー、せっかく勝ったらグロ一桁だったんだけどな。勝ったらグロ一桁。だからこのマッチング、ほら見て、35分前。これ、多分間カットしてますけど、ずっと僕待ってました、もう。ね。はい。まあ、こういうこともありますね。まあでも、2位、3位、まあ言うて悪くない。勝ったらね、
言ったら7411から31吹いてたわけなんで42だったわけですね。427442だったら、あグロ8位ぐらいいっちゃってましたね。代わりにベンザがいっちゃってるけど、というところで、今日ね、ちょっと2戦しかないんですけど、まあ1戦1戦がちょっと濃かった、最後薄っぺらいかもしれないんですけども、今日はこんなところで終わりにしたいかなと思います。でこちらのデッキね、ぜひバルキリーとかゴブリンとかが、エビババとかウィザードとか、まあ、言ったらネクロとか、結構ね、トロ4000、5000とかで、まあ、言ったら皆さん、ロイジャイだったり、ネクロだったり、ウィザードだったり、まあ、そういうのに結構苦戦してると思うんですよ。なんで、ゴーレムとかもね、多分結構止まんないかもしんないんですけど、このデッキね、このボムタワーがいい味出してて、ゴレだったり、ロイジャイだったり、まあ、エリババにもね、結構、強いと思います。で、バルキリーがエリババにもです。ウィザード、ネクロにも、いけると思うんでね、ぜひね、こちら、ちょっとね、弱そうだなって思うかもしんないんですけど、使ってみてもらえるとね、これ強すぎやんけってなると思うんでね、ぜひお試しください。というわけで、よければね、チャンネル登録と高評価の方も、よろしくお願いします。では、お疲れ様でした。